東芝は去年9月半導体子会社の東芝メモリをアメリカの投資ファンドベインキャピタルを中心とする日米関連合へ売却することを決定しました中国の独禁法当局の審査が長引き売却完了が遅れていましたが昨日までに中国当局からベインキャピタルに買収を認める連絡が入りました東芝は 6月1日に東芝メモリを2兆円で売却する予定で、売却が完了すれば財務体質が大きく改善する見通しです。今後は収益の柱だった半導体メモリ事業に代わる事業の確保・育成が課題となります。